李軍だ。この先は忍び足だ。遠回りするぞ。瑠璃が作った幻霊武器はなかなかだな。今回は絶対にこれを使って大きな功績をあげるぞ。その後変わりはないか。お尋ね者と付き合うだけでなく、消化管で李軍の事業を台無しにすると、我らと敵対すると決心したのか。黙れ、裏切り者。お前に兄の大業を邪魔させはしない。世間と距離を置いて災いを避ける、臆病者に過ぎん。次は牧者だ。天下に大混乱をもたらすのは、それとも両国の反乱組織か。よく考えろ。言っていることは間違いとは言えない。機関術を悪用するのは正しい道だと。後輩が言うこともインチキや。
からすれば注目は西子のばかりで何に本物のボクシャだ。お前じゃない。わしがボクシャとは何たるかを一から教えてやる。こいつをしっかり殺してやる。兄はお前たちのような凡人にやられはしない。気をつけて。お兄ちゃん、子お姉ちゃん、まだこの技があったとは。おい、子、怪我してる。大丈夫か？ほんのかすり傷よ。大したことない。俺本当に大丈夫だから。こんなのとっくに慣れたわ。面白い。どうだ？バクコンローで妖魔を引き寄せて、御用郷で妖魔たちを捕まえる。それからこの機関で魂を取り出す。妖魔の魂を使って武器を強化する。ああ、ここでもたもたしている暇はない。